月橋くんかな。そうそう。今年は行けないんですよ。そうだよね、伊藤さんね。あの完全にあの、はい、川越マラソン出るんですよ。場所どこですか、場所。川越。アウジョンやるでしょ。ピッチャーどうよ。カメでもやる。川越市民マラソン。ああ。ちょっと沈んでくるね。明日もマラソンですよね。今日もマラソン。すごいよ。でもなんか高めだね、随分ね、ボールがね。引きるね。うん。そらく週末に100キロぐらい走るじゃん。伊藤さんのラジグチの可愛い子いましたね。そう、すごい可愛い子いたね。あの若いあの若いピンクのピンクのあのちょっとここにあの黄緑色の線が入った。ああ、あとちょっと化粧ちょっと濃い。ここに出る子が初めてる。ポイちゃん。エステの学校の先生や。絶対彼氏いますよね。伊藤さん、彼氏はいるんですか。彼氏、あ、彼氏いないと思う。ほら、師匠、いけるよ。すげえ音で、すげえ音で。何の、その、あーなの。絶対無理だから。いないっていうだけで。いないだけで嬉しいよね、でもね。わかるわ。よかったじゃん。ないんだ。ただ、師匠、すげえナンパされてる。高校生、何の話で盛り上がってるのか分かんないけど。高校生が何言ってたか分かんなかった。それは見ながら声かけられますよ、あんだけ可愛けりゃ。大体か消防官とか。審判がなきゃ、こっち言ってたわ。消防官って言うの？消防官強いよ。あの地元の消防団に入ってる。消防団。消防団。団と官の違いだけど、ちょっと。団でいい。消防団入っちゃえばいいでしょ。消防の。消防団。小さい声。消防団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 。消一人あのソフトボールやってた子がいて、あの若いの若いのじゃないんだけど、どこに来てくれたの？あの中にあの若くない子、30代の子がソフトボール。じゃあいいじゃん、チューマー。30代。小さい方、大きい方。じゃあ、チューマー、30代。頼むよ、トップ。試合しないかって言ってみようかと。あ、お願いしますよ、先生。意外と打つかも。だって投げるのは違うけど、打つのはだってできるでしょ。同じでしょ。マジ？取れんじゃん。違う違う、背の高い方。こっちの後じゃない。あー！みんな打順大丈夫ね、打順ね。何番は1番月乃くん、2番なべちゃん、3番鈴木さん、4番5番宇佐美さん、6番川くん、7番小川さんだね。8番伊藤さん、9番中馬です。あれや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 セーフだ。オーケーオーケーオーケー。ナイアンダナイアンダ月乃くん、ナイアンダ。ナイスナイス。月乃くん任せてよ、1番大丈夫だよ、内野安打でそれかわいそう。どう見ても内野安打で。リリリリリリ惜しかったな、エラだって打率いいんだもん。打率いいね。田辺ちゃん、続こう続こう。ほぼ5割ぐらいじゃないの。ぶっちぎりだよ。もうダメだな、ついでだ。おい、待とう待とう。だいぶ泳いでるよ、フランスオープン並み。パットが光ってる。オーケーオーケーオーケー。あるぞ。あー、いたで。あー、どうも、いよいよ、進めた進めた。どうもどうも。どうもどうも。ちょっと合わなかったね。送りバント。タイミングが全く合わない。結構重いんだね。頼むよ、3番。何ここだ。3番頼むよ。2連続カーブで。やべえ、もう切っちゃってるよ。ああ、いいよ、大丈夫。全部カーブばっかりです。結構ハイサー。ゴーイ！あー、ちょっとやがってなってたね。あの後ね、あの後は。変な音したな。
うまいな。いや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 。なんか先っぽかなんか。やばい。小川さんの計画が2点が。頑張って言ってんじゃないですかこれ。ダメかな。一人ずつ送って。あ、行ったと思ったら、ね。1点かな。一点かな。全然違うよ。カーブ狙ってたの。ごめんね、ありがとう。カブちゃんだ。あんま聞かない。ここにいるとダメだな。カブ。こっちに行こうかな。こっちだな。キャッチボールしよう。いやいや。じゃあ中、カーブとシュート。シュートはそんなに。うん。ナチュラルっぽい。あ！あら、まさかの0点。思惑が。ねえ。額。